さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回も天使創造リブートをやっていきたいと思います。今回でパート72、星川影アルートやっていきたいと思います。はい、ということで、前回はですね、なんだっけ、学校の手伝いみたいなね、学院案内の手伝いをした後にですね、まあ、いろいろとありましたよ、と。ジダンダ踏むかぐやさんということで、まあ、なんでジダンダを踏んだかっていうのは、まあ、前回見てください。で、その後にですね、なんか、かぐやさんのお部屋家でお泊まり会するみたいな約束をなんかしてたような、それのことを言ってるんだと思いますね。この、そんな約束を交わしてからということで、やっていきます。そんな約束を交わしてから数日後。支度は整ったから、いつでも大歓迎よ。だったら早速今日でどうだろう。待ちかねていてくれたのね。私と一緒でぜひ来て、待ってるわ。まあ、完全にお泊まり会というか、お泊まりに行くぜみたいなリーンしてるな。し思わずぐっと拳を握ってしまった。支度を整える必要があった以上、即日お泊まりとはいかなかったわけだが、むしろこの数日の待ちがあった分、さらに色々と期待で胸が膨らむものがある。一体かぐやはどんな風に俺を迎えてくれてるのか、とか。どうもあれ。ならこっちも、色々整えておかないとな。身支度や荷造り、かっこという報道の量はないがはもちろんだけど、それ以前のもろもろをまず整えねばならない。まず井上だよな。やっぱ話を通しやすそうなのは井上とのやりとりを終えると、今度は階段に降りてリビングへ。階段？あら、珍しく家事でも手伝いに来たの？今日は休日なので、おかんもかっこおとんもだが、一日家にいる。お泊まりを今日早速にしたのは、これもあったからだ。それ、明らかに手伝えってことだよな。何をすればいいんだ？え？本当に手伝ってくれるとか、今日はなんかの日？実は今日、井上の家に泊まりに行こうと思ってたさ。一応、その許可をもらうがてら、手伝いして、ポイント稼いでおかなく、おくかなってさ。ポイント稼ぎで、稼いでおくかなってさ。へぇ、首相じゃない。まあ、夏休みだし、たまには友達のお家にお泊まりに行くのもいいわよね。あんたにしちゃ珍しい話だけど。俺もそう思うから、一応筋を通してるんだって。リクにもお泊まり行けるレベルの友達がいたのね。ぐす。息子バカにしすぎじゃ。余計なお世話だ。普通にいるよ。嘘泣きすんなって。じゃあ、先方の親御さんに、お世話になりますってご連絡しておかなきゃよね。ああ、そういうの大丈夫。井上んちは緩いから。というか俺も、家電までは知らないしさ。じゃあ、せめて井上くんに。それも大丈夫。井上、おかんみたいな美人相手だと、めちゃくちゃ気取っちゃうから。あら、そう？いや、電話だし、私井上くんと会ったことないし。実は井上はそういう趣味で、俺もいろいろ聞かれたんで仕方なく。あれこれ、あんた友達選んだ方がいいんじゃないの？これ井上くんが超かわいそうじゃん。井上くんが下げられてんな、これな。すまん井上って感じ。そこを覗けば、超いいやつなんだって。とにかくそんなわけで。はいはい。まあ、行ってらっしゃい。ずっと引きこもってるよりは、全然健康的だわ。
なんかあったら、俺に通話なり、リーンなりしてくれ。じゃ、ここと玄関と廊下に掃除機かけといて。ああよ。よし、条件クリア。何気に踏む手順が多かったが、こればっかりはしょうがない。いくらカグヤとの仲を応援してくれてても、さすがに泊まりはちょっとあれだろうしな。なので、井上の家に泊まりに行くということにさせてもらったわけだが、そのアリバイの説得に、まずちょっと手こずった。女か女絡みか、と、俺の話を聞くなり、問い詰めモードに突入されてしまったのだ。俺はしばしの、受講の結果、思い切って正直に打ち明けた。その上で、切々と訴えた。初めてのリアル彼女、ここで失敗するわけにはいかないんだ、頼む、と。井上は男だった。理解を示し、協力を約束してくれた。代わりに今度、新作エロゲーを一本起こることになったが、やむを得まない。やむを得まい。それもまた男。まあ意外に高くついたような気がすんな。7、8000円ぐらいでしょ。いや、安いのを買えばいっか。うん。俺も新作エロゲー言ってんだから。天使創造とかいうやつ渡したら。ともあれ、井上に話が通せればあとは楽なものだ。おかんにも無事に許可がもらえたし。うん。それじゃあ、掃除機をかけ終わったら早速。私にはお見通しなのであった。何が望みだ、妹よ。いつでもすっとぼければいいのに、そう答えちゃうのがお兄だよね。しまった。くるみ先輩のどこにお泊まり誘われたんだけど、やんわり断るのを手伝ってくれればいいよ。行きゃいいじゃん。せっかくなんだし。そうというか、いつの間にかそんな話ができるくらいには仲良くなってたんなら、なおのことでは。いや、さすがにまだ面と向かって一晩中は辛い。あと、なんかされそうで怖いし。なんかってなんだよ。くるみ先輩、私みたいな妹が欲しかったみたいだから。なあ、一緒に風呂くらい、いいんじゃないか。想像するな、エロに。それだけで済まない気がするんだってば。こう、着せ替え人形にされるとか。それも、別に大したことじゃない気が。私の趣味じゃない服を着せられるのが目に見えてんじゃん。まあ、明らかにファッションの系統は違うもんな。そしてそれが嫌なあたり、女の子も大変だな。いや、あまねのことだから、単に一晩アウェイの環境に怒られるのが怖いだけなのかもしれないけども。なら、干渉剤として、ノアを連れてけばどうだ？それだ。お兄冴えてる。これで、手打ちだな。うむ、良きに計らえ。楽しんでくるがよいぞ。ファーファーファー。お前もな、と、その背に声をかけるのはやめておいた。ノアと小日向さんの組み合わせだと、下手するとあまりがついていけないノリになるかもしれないし。さておき、もろもろの支度を済ませて小一時間後、ドキドキしてしまいながら、かぐやの部屋に向かい、ようこそいらっしゃいました、谷風さん。私も待ちかねていたわ、リク。あげてもらったら即座に、二人に出迎えられた。オリエはだいたいいつも通りだが、かぐやはすでにテンション高めで、さすがに特別感を漂わせている。ますます、ドキドキと高揚するな、やっぱり。今日はお世話になります。っていうのも、なんか気恥ずかしいものがあるけど。どうしましょう、オリエ。リクがのっけから可愛いわ。
ごちそうさまです。谷風さん、私はお茶とお食事をご用意するくらいですから、お気になさらず。いえ、あとは姫様と共に。そうそう、リクのことは二人で接待するから、何の気遣いもいらないわ。二人で接待。かぐやにしてはレアなドヤ顔だった。ほら、あれを見て。って、おお、本当に買ったんだな。かぐやの視線を追えば、俺の部屋でもおなじみの据え置きゲーム機と三つのコントローラー。ああ、なるほど。二人で接待って、要は三人でゲームしようってことか。両手に花ね、リク。いや、俺の花は一輪だけなんで。引っかからなかったわね。今のはちょっと悪質な引っ掛けじゃないか。いいえ、大丈夫です。むつみ合っているようにしか見えませんでしたし。オリエもだいぶ慣れてきたよな。恐れ入ります。こっちこそって感じだけども。というわけで、まずは三人でいろいろとゲームに興じた。あら、今度こそ1位が取れると思ったのに、またリクにかっさらわれてしまったわ。悪いがもらった。ラストで俺の甲羅を塞げなかったのが決定的だったな。マリオカートやってんじゃねえだろうな。まあ当然といえば当然ながら、何をやってもゲーム慣れしてる俺が勝つばかり。こういう操作をするとアイテムが後ろに構えられるからガードできるんだよ。どのゲームも奥が深いのね。本当に面白いったらないわ。と、それでもかぐやは楽しそうにしてくれてるからこっちとしても助かるんだけども。谷風さん、あまりに不敬です。姫様を屈服させてばかりなど。オリエニアはたびたび怒られてしまったのだった。その都度かぐやが収めてくれたし。ちゃうな、なんか前も読めてた時代があったんだけどな。諌めてくれてたしか。接待プレイも逆に不敬だろうと俺も苦笑いで流してたわけだが。私を屈服させるのは不敬とオリエは怒ってばかりだけど、ねやでも私はリクに屈服させられてばかりよ。今回はかぐやが手を変えてきたので二人して思いっきり焦られさせられてしまった。それはつまりその、待ってくれオリエ。落ち着いて聞いてくれ。何をでしょう。俺もかぐやに屈服させられてばっかりだから大丈夫。リクまで暴露してくれるのね。かぐやにああ言われたら俺も言うしかないだろって。とにかくそういうわけなんで、ご容赦してもらえないかオリエ。正直私にはよくわかりませんが、とにかくお二人の間では勝ち負けすらむつみ合いのうちなのだとは理解しました。そうね、その理解で正しいわ。勝敗なんて結局はないのよ。あるのは愛と喜びだけ。レアで私が屈服している時、同時にリクも私に屈服してくれているんだから。なんか聞き覚えのある感じのやつだな。なんだっけこれ。なるほど、奥が深いんですね、男女の間は。以後わきまえておきます。いや、以後は怒りを収めてくれるんならいいんだけども、俺はかぐやから
ひどい周知プレイを受けてる気がするのは気のせいか。リク、顔が真っ赤よ。そりゃそうだって。今日はリクの可愛いところもたっぷり見せてもらえそうね。うんうん、確かにゲームで負けても関係ないようですね。ネアでも同じこと。真顔で納得されるとますます恥ずかしいんだけど。かぐやが嬉しそうだとまあいいかって気になってくるから、男は本当に、うん、ラッチもない。やったわ。ゲームを続けてるうちにさすがと言うべきか、飲み込みの早いかぐやは少しずつ勝てるようになってきた。のと同時に、見ててくれたわよね、リク。やった。そりゃ対戦してたんだから見てるって。かぐやは勝利を収めるたびにこうやって抱きついてくるようにもなったんだよな。なので自然の摂理としてもはやゲーム中も俺にぴったり密着してる状態だ。いや、うん、俺はそのせいでどうしても気を取られ、一層かぐやを勝たせてしまってる気がする。嬉しい。だったらね、私勝利のご褒美が欲しいわ。ご褒美とおっしゃいますと？あなたの熱いキス。ついにここまで来ちゃったよ。私は一旦抜けてお茶を入れ直してきます。この手な、赤飯思い出すな、これ。そりゃ、オリエも辛くなってきて、離脱もするよな。目の前で永遠ベタベタされた挙句、こんなところまで見せられてしまいそうになったら。ん？お茶はさっき入れ直してくれたばかりなのに。そのあたりが全然わかってないお姫様だった。いや、そうじゃないって。俺は気を使ったというか、しんどかったというかだろう。え、どういうこと？どういうことって、かぐや、勝てるようになってきたから、俺にくっつきっぱなしだし。勝つたびに俺に抱きつくし、あげく今はその、キスまで求めたりしたから。ごめんなさい、私。完全に無意識にやっていたわ。マジっすか。それはそれでなんというかすごいな。嬉しくなるともう俺に抱きついたりキスを求めたりするのが当たり前になってくれてるってことか。つくづく天才か、かぐやは。まあだとしても問題はないわよね。リクは絶対に喜んでくれるし、オリエにはむしろ慣れてもらわないといけないし。え、酷なこと言うな。オリエは私のお付きなのよ。今後のことを考えたらそうなってもらわなきゃ困るわ。それってオリエの前でいろいろしちゃうようなこともありえるってことか。さすがにネアには入れないけど。そうか、よかった。でも3人で行動することも増えるでしょうから、キスくらいはオリエの前でもさせてほしいわ。姫様、私がどうかいたしましたか？ある意味すごいタイミングで戻ってきた。ちょうどいいわ、オリエ。よく見ていてね。はい。はい。おおおお。ファ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 。本当にオリエの前で見せつけるようにキスしてきた。ここは俺も覚悟を決めるしかないのか。姫様、それはさすがにあまりにはしたないかと。これくらい私たちは普通だから慣れてくれる？はい。あなたが慣れてくれないと、あなたの前ではリクと何もできないじゃない。いえ、私などお気になさらず、どうぞ姫様のお好きなように。ありがとう。でもその度に
あなたに動揺されたり席を外されたりしても落ち着かないでしょ。というわけで慣れてちょうだい。よろしくね。酷だな本当に。姫様、別に席外してもっていうか、まあその辺はオリエさんの好きなようにみたいな。俺にべったりくっついたままなのに凛としたお姫様らしく説得できるのがすごいな。いえ、かしこまりました。姫様の従者として必ずや慣れてみせます。そして気を取り直し、こう真面目に答えるあたりが、なんともオリエだ。俺が言うのも本当なんだけど、あんまり、無理のないようにな。とんでもない。むしろ谷風さんもご無理などせず、お好きなようになさってください。その方が、姫様も、お喜びかと存じますので。さすがは私のオリエね。ありがたき言葉。明らかに自分から苦労を背負い込んでる気がするけども、オリエ的には主の邪魔をしたくない思いが最優先なら、やっぱり俺も覚悟を決めるのみか。というか、かぐやにはいつも喜んでいてほしいって思いは、俺もオリエもある意味一緒だしな。そんなわけで、姫様とも笑う方がなんとかしたら、なれる、そうなれる。日が暮れて夕食になったからなったらなったで、かくやはおかずを口に加え、俺にキス状態で差し出してきた。そんな主人を前に、オリエは、はがみしたり、必死で、自分を抑えたり。地獄。ビッグ、美味しい？正直、いつも以上に美味しく感じる。カーキアの唇まで、一緒にもらえると。もう、真っ赤になって、一生懸命答えてくれるんだから。かわいいあなた大好きよ。むごむご、ごめんなさい、息ができなくなるくらいおっぱいに顔を埋め込んじゃったわね。いや、これもたまらなくて嬉しくて、美味しいから大丈夫。顔で言ってもらえたら、もっと食べて欲しくなっちゃうじゃない。嬉しいけど、まずはちゃんと食事をしよう。食事を。確かにそうね。じゃあ次は、俺からもかぐやに食べさせてあげたいな。あなた、やっぱり私をときめかせる天才なのね。なんだこれ、バカか。じゃあ、ほらかぐや、口移しでやろうって。いただきます。本当ね、普通に食べるよりも嬉しくて美味しくてドキドキするわ。ならよかった。というか、これはやる方もドキドキするな。というわけで、次行くな。やる気になってくれたのもかわいい。そこでほっぺにチューは反則だろう。んちゅ。あなたも反則じゃない。さすがにこの現場には一緒にいたくはないな。俺も完璧に途中から胸を高鳴らせてすっかり乗っていってしまってるな。何せかぐやのはしゃぎっぷりがちょっと常軌を逸して可愛いもんで、はい、つい。そしてそれらをすべて見せられてるオリエはというと、
姫様がここまでお喜びになられているなら。満面の笑みを浮かべていたと思ったら、自己暗示っぽく自分に言い聞かせたり深呼吸したりと、めちゃくちゃ頑張ってくれてる以上、こっちが気を使ったら逆に機嫌を損ねそうだな。リク、まあ、なんだ。オリエは真面目ないい子でしょ。ああ、それに忠誠心もすごいよな。私の自慢なのよ。だからオリエにだけは恋に夢中な私を一切隠したくないの。今は少し苦労をかけてしまってるけど、すぐについてきてくれるって信頼してるから。姫様、開眼しました。もはや私はお二人のご様子に喜びを覚えるのみです。ありがとう。さすがオリエね。覚醒状態に。はい、お任せください、姫様。なんというか、四十の間の機敏だよな。俺にはまだ及びもつかない、カグヤとオリエの絆の強さというか、よく考えたらたった二人だけで異世界に渡ってきた間柄なんだもんな。そりゃそうか。そんな感じで食事は終わって、そして食後のお茶の後、一旦部屋に下がったかぐやから、お待たせ、どうぞどうぞというリンが来た。どうやらまた支度を整えてくれていた模様だ。なのでやっぱりドキドキしてしまいつつ。かぐや、俺だけど。どうぞ入って。お邪魔しま、あ、中に入るなに軽く息を飲んでしまった。じゃーん、初披露よね。あれ、これでもなんか、ん、くるみちゃんのルートかなんかのお泊まり会で見たことあるっけ。初めてではない。かぐやは髪を下ろし、部屋着とおぼしき軽い格好に着替えていた。私の服装に厳しいあなたから見てどうかしら。お眼鏡にかなうかしら。とりあえず目にした瞬間に息を飲みました。どうして。似合ってるのと、初めて見るから新鮮なのもあったけど、こう、なんだ、引かないでくれるか。私が引くと思う？女の子のそういう無防備な格好っていいよな。女の子全般なのね。そうじゃないって。今俺の目の前で無防備な格好してるのはかぐやだけだろう。賢明になってくれてありがとう。可愛いあなたをまた見せてもらえただけで着替えた価値があったわ。なんか確かにあんまり見覚えはないんだけどね。なんか初めて見る感じではないんだよな。多分見てるよね。もう忘れちゃってるけど。と、にっこり笑いつつ、首元にこぼれた髪を優雅に払うかぐや。襟ぐりが広く開いているから、その動きだけで、上乳がプルーンとみずみずしく揺れたのが伺えた。なんてところだけど。こらえなくていいのに。ゆったりした作りながら、豊満な胸や腰回りのボリュームが全然隠せてないのも素晴らしくいい。あげく絶妙な丈で、眩しい生足まで見せてくれると、見せてくれているとか。かぐやは何を着ても魅力が引き立つし、着ているものの良さも引き出すようなところ。あるよな。思わずしみじみと言ってしまったくらいだった。まさかの追い打ちまでもらってしまったわ。ああ、いや、追い打ちをかけるつもりはなかったんだけど、自然と口をついて出た。もう
やっぱりあなたってつくづく私をときめかせる天才なのね。先にときめかされたのは俺の方なんだけどな。お互いがお互いをときめかせる天才って素敵ね。ススッと体を寄せてきたかと思うと、舌を差し入れるキスまでくれるかぐやだった。紅茶の味がしたわ。そりゃあ、俺もだよ。ますます素敵ね。そんな可愛らしく喜ばれると、際限なくときめかせ合いループ的なものに陥りそうだ。実績あるしな、俺たちは。というわけで、その格好を見せるためだけに、わざわざ、寝室まで呼んでくれたんじゃないんだよな。ああ。もちろんよ。話を変えると、かぐやはにっこり笑って俺から体を離し、手のひらでベッドの上を刺した。本題は、あれ。そこには、一目見て新品だとわかる、ブランド製の最新型ノート PC が置かれていた。ゲーム機だけじゃなくて、ノート PC も買ってたのか。買った上で、ゲームもインストールしてあるわ。今度は並んで寝転んで、一緒にやりましょう。何それ。想像しただけで、浮かれそうになるくらいいいんだけど。了承、ということでいいのよね。もちろん。あ、いや、了承なんてもんじゃないくらいだって。俺からも、ぜひ頼みたい。じゃあ、早速。えい！かぐやに手を引かれるがまま、一緒にベッドへダイブしてしまった。この段階ですでに思いっきり浮かれているわけだが、本番はこれからである。で、インストールしたゲームは？と、かぐやはデスクトップのショートカットをクリックする。そして全画面ウィンドウが展開されたんだけども。今のショートカットアイコンを見覚えがあったような。などと思っていたところで、見覚えがあるところじゃないブランドロゴがウィンドウに表示された。そして可愛らしくもセクシーな女の子たちが、合体集合しているタイトル画面に切り替わればもう。って、エロゲーじゃん、これ。思いっきり叫んでしまったし。ねえ、なんでエロゲー？リコの PC に入っていたから、私もって思って。確かに、俺の PC にも、このエロゲーのショートカットがあった。前に試しに PC を触らせて開けたとき、しっかり認識されてたということか。初心者だから大丈夫だろう、とか思ってた俺が甘かった。相手は容姿端麗かつ頭脳明晰な影屋だったというのに。一緒にやってくれないの？しかもいたずらっぽい弱め使いの迫力まですごい。やるって。了承どころか、俺からも頼んだくらいなんだしさ。やったわ。これ以上なく上機嫌に、いそいそと体を寄せてくるかぐや。そしてぴったり密着されてしまえば、俺はもう本当にやる以外になくなる。しかし、彼女と一緒にエロゲーやるとか、一体どんなプレイなんだ。それじゃ、レッツプレイ。いや、うん、ゲームプレイなんだけども。ほらほら、リーク。まあ、でも冷静に考えたら、エロゲーをどうやって一緒にプレイするんだ。はい、マウス。かぐやは？一緒にプレイよ。翻訳すると、隣で見ているということである模様だ。ますますなんかのプレイジ見てきたが、もはや何も言うまい。
家具やベッドに両手で頬杖をついて、上機嫌にも程があるし、ぴったりくっついてくれてるのは嬉しいし。そんなわけで、かぐやに見守られつつエラゲを進めていったのだが。あら、またこの子の好感度が上がりそうなのを選んだのね。あなたはやっぱりこの子が好みなの？選択肢が出てくるたびに毎回こういうことを聞いてくるので非常に落ち着かない。というより、こういう子のいやらしいところが見たいの？しかもだんだん突っ込んだ質問になってきてる。純愛エロゲーの構想はざっと説明させられたので、かぐやも個別ルートには、エッチシーンがあると理解済み、そして俺が特定のキャラの好感度を稼いでいるから、つまりそういうことなのだと解釈したらしい。そういうわけじゃないこともない。予想外の返答が来たわ。いや、だってさ、改めて見るとこのキャラどことなくだけどかぐやに似てるし、正直に白状をするしかなかった。かぐやは心底意外そうに目を丸くした。どのあたりが？髪の色とか髪型とか、グラマーなところとか、上品なところとか。あなたの目からは、私がこう見えているということ？そこまでは言わないよ。あくまでイメージの話だって。イメージ？なるほど。つまり、あなたはゲームの中でも、私のような女の子といやらしいことがしたいのね。そんな感じだ。よし、とりあえず上機嫌に戻ってもらえた。代わりに俺は恥ずかしいったらないが。そう。ごめんなさい、手を止めてしまって。どんどん進めましょう。私もこの子のいやらしいシーンが楽しみだわ。戻ってもらいすぎたかもしれない。そうしてやがて個別ルートに入り、順調に進めば当然エロシーンにも突入するわけだけど、はぁ、これでこのルートは終わりだ。はぁ、多分途中カット入れてるな。なかなか素敵な話だったわね。結局そのまま最後までやってしまった。かぐやはとことん上機嫌だが、俺はなんだか妙に気疲れした。彼女が隣にいる状態で、うかつに興奮したりもできないし、むしろ反応は気になってしょうがなかったし、エルシーンでは現実とフィクションの間を行き来させられて、頭というか脳が大変だったし、とにかく、今日はこれでもういいな。ええ、ありがとう。一緒にプレイできて楽しかったわ。じゃあこのノート PC は片付けておこう。あの辺に置いておけばいいな。いいよな。踏んでしまいそうなところじゃなければどこでも大丈夫よ。そういうことならと素早く PC を落として畳み、即ベッドから降りておきに行く。もちろん、かぐやがやっぱり続けたいと言い出すのを防ぐためだ。彼女の部屋に初お泊まり、なんて確定ドキドキイベントだと思ってたんだけどな。いや、ドキドキするようなことがなかったわけではないんだけども。え？そこで唐突に部屋の明かりが落ちた。慌ててかぐやに向き直ると、リモコンを置いていたので、どうやら彼女の仕業らしい。そして薄明かりの中で俺を手招きする。なんでまた、電気を消したんだ。早く戻ってきて。
よくわからないが、彼女に笑い含みにおねだりされれば、とにかく答えるのが男だろう。ノート PC を置くと、俺はすぐもそもそとベッドに戻って、彼女に向かい合う形で体を横たえた。これでいいか？それとも、もっとくっつくか？さっきまでは一緒にうつ伏せだったから、今度はこの添い寝状態が嬉しいかしら。添い寝、というか、割とピロートークっぽい感じではあるけど、した後じゃなきゃ、ピロートークとは言わないか。なーに？かぐやはずっと目を細めて俺をじっと見つぶめっぱなしだ。部屋が明るい状態で見るよりも、窓からの薄明かりの中の方が色っぽくて綺麗に見えるのが不思議だ。ついつい見とれてしまう。リック？ああ、いや、まあ。それで、なんで明かりを？この方がムードがあるでしょ？ムードを大切にしてほしいですって、さっき攻略したヒロインも主人公に言っていたし。エロゲーから恋愛を学ぶ異世界の姫君。でも悪くはないわよね。まあ確かに。俺を見つめっぱなしだな、影や。薄明かりの中だと世界があなたと私の二人になったかのようで。見つめているだけでドキドキするの。これがムードの効果なのかしら。俺からするとかぐやの表情が一番ムードを醸し出してくれてるんだけどな。私の顔、どんなムードを醸し出してるの？キスしたくなるムード。当たり？正解のご褒美は？私の唇。じゃあダメ？もらう。影や、目を閉じて。本当に明かり落としただけでこんなに気分が変わるんだな。ついさっきまでの気疲れなどすっかりどこかに行って、俺はうっとりかぐやと唇を吸いや。実はね、ゲームの中で、主人公とヒロインがキスしてた時、私もすっごく、あなたとしたかったの。してくれればよかったのに。そうしたら俺も気づかればかりじゃなかったはずだ。キスしたらゲームどころじゃなくなっちゃいそうだったんだもの。それって一生懸命ゲームを進めているあなた、それくらい可愛かったのよ。一生懸命というか、何とも言えない気持ちになってただけだけどな。どうして？彼女と一緒にエロいゲームやってるってシチュエーション自体が、まず。素直に興奮してくれてよかったのに。そういうわけにもいかないだろう。ゲームと同じことしてくれてもよかったのよ。それこそゲームどころじゃなくなる。どうあれ、かぐやが俺と一緒にやりたいって言ってくれたんだからさ。頑張って最後まで付き合ってくれたのね。そういう言い方はしたくないけどな。もうあなたって本当に。と、かぐやは心底嬉しそうにクスクス笑ったと思ったら、さあ終わったかな。改めてシャワーを浴びて寝室に戻って、ドキドキしっぱなしだわ。俺たちは再びベッドに並んで横たわり、
なおも視線を絡め合う。今度こそ正真正銘のピロートークだ。こんな風にしていたらいつまで経っても余韻が消えてくれなさそう。望むところだけどな。そうね、その通りだわ。今日は朝まで一緒にいられるんだもの。いくらでも余韻に浸っていていいのよね。余韻に浸ってくれてるかぐや、俺はたまらなく好きだしさ。じゃあもっと浸らせてくれる？それも望むところだな。本当にあなたは私に餌を与え続けてくれるんだから。カーケアが誘導というか、おねだり上手すぎるんだと思うけどな。すべて聞いてくれるあなたあってこそよ。カーケアこそ本当にいつも俺を立ててくれてるんだからな。たくさんからかってしまってる分の償いみたいなものだけど。え、そんな理由だったの？嘘。私もそのあたりは自分でも少し意外だったの。もっと率先してリードしたがるタイプかと思ってたけど、そうじゃなかったみたい。実は尽くし系姫君だったとか。かぐやは属性が多すぎるよな。多すぎるよな。あなたがあんまりに可愛い人だから立ててあげたくなるのかも。台無しだ。そもそも私たちの関係は立たせてあげたいという思いから始まったようなものだし。さらに台無しだぞ。うまいこと言ったみたいな顔すんなよ。でもメッシ暴行といった風に尽くしてるわけじゃないわよね。まあそれじゃあ俺の好きな影やらしくないしな。ありがとう。私もあなたのその思いを苦しいくらいに感じるから、今日もいっぱい乱れちゃった。最高にたまらなかったって。続けて求めてくれたものね。私も求めてたからお互いにだけど。かぐやが釣るたびにドスケビになっていってくれてるからな。あなただってすごいんだから。私どんどんドスケベ女にされてる感覚があるもの。明らかに喜んでるよな。愛する男性に気持ちよくしてもらえることが嬉しくないはずがないでしょ。これだから俺も夢中にさせられていく一方なんだけどな。それこそお互い様よ。私だって。まあ、どうした？なんだか、こんな話をしているうちに、いつの間にか朝になってそうな気がしてきて。朝までピロートークも悪くないな。まさに、泊まりじゃなきゃできないことだし。逆に言うと、現状は泊まりじゃなきゃできないのがちょっともどかしいな。これからも頻繁に、かぐやとこうしてひそやかでくすぐったいピロートークを交わしたいくらいなのに。いや、もはや頻繁どころか毎日だって、これからもずっと。って。なに？よっと、話は変わるんだけどさ。俺は体を起こし、そのままベッドの上であぐらをかく。この話は、ピロートーク状態ではふさわしくない気がする。体勢が変わるくらい、違う話なのね。引き続き、クスクス楽しそうに笑いながらかぐやも起き上がり、俺に習ってベッドに横座りしてくれる。これでいい？まあ、ありがとう。いや、冷静に考えると、待てよってなってさ。その、かぐやはいつまでこっちにいてくれるんだ？
そう、俺とこういう仲になった以上はずっとこっちにいるんだと無意識に思っちゃってたけど、まさかそんなわけにはないとふと気づいたのだ。そして気づいてしまったらすぐ聞かずにはいられない内容だった。かぐや、教えてほしい。ええ、そうね。大事なことよね。あなたも気になって当然だわ。帰らないってことはさすがにないんだよな。そうね。私はあなたにお父様の後を継ぐと啖呵を切ったんだし、いずれは必ずあっちに、スネーウ国に帰る必要があるわ。だよな。でもまだまだ帰るわけにはいかないの。それはお兄さんの問題があるからか。ええ、何の対抗策もないまま戻ったらほぼ間違いなく私の負けでしょうし。つまりその対抗策が講じられるまでは。それと私はこっちに来た目的を、実を言うと完全には果たせていないの。え、ってことは俺に会うのと身の安全を確保する以外にも目的があったのか。その順を追って話すわ。落ち着いて聞いてくれる？わかった。まず私は世界を渡るに際して最終的な目的、いえ目標を立てていたの。あっちとこっちの行き来ができなくなるようにしなければってね。そうしないと魔王のマナを狙ってこっちに渡ってくる者がいなくならないから。でもそうなったら俺たちの仲はどうなるんだ。ええ、当然離れ離れにならざるを得ないわ。なのに。落ち着いて、順を追って話しているから最後まで聞いて、お願い。悪い。ううん、ちゃんと話していなかった私が悪いの。とにかく私もあなたと永遠に離れ離れなんて絶対に受け入れられないわ。もうあなた抜きの人生なんてありえないもの。かぐや。だから今話したのは当初の最終目標。あなたと結ばれてから違う目標を据えたの。行き来ができる状態でも問題ない状況をどうにかして作るしかない。あ、確かにそれができれば。あって、つまり魔王のマナを狙う人間がいなくなるようにしなきゃいけないのか。大枠ではその通りよ。そんなことが可能なのか。もう俺という存在はあっちの人たちに知られてしまっている。たとえ今の俺が魔王のマナを抑制できていても、探しに来る奴は絶対にいるだろう。それこそ俺が生きている限りは。難しいことなのは間違いないわ。でもそれを成し遂げなければ望む将来は得られない。だからずっと考えていて、でもまだまだ全く短所すら見えてこなくって、それであなたにも話せずにいたんだけど。そういうことだったのか。なら気持ちはわかる。希望的観測で下手に話してその気にさせるのは酷だと俺がかぐやだったとしても思うだろう、と俺がそう考えたその時だった。でもきっとなんとかできるわ。彼女の力強い意志に満ちた言葉と笑顔、俺は息を呑み、胸に一気に熱い感覚が込み上げる。ああ、かぐやだ。俺がどうしようもなく好きな。世界を渡って、あなたと出会えて、いくつもの昼と夜を重ねて、恋に落ちて、
あなたから男性機能を取り戻すほどに愛してもらえるに至った自分を私は信じてるの。だからきっとなんとかできるわ。かぐや。もう正面からぎゅっと抱きしめるに決まっていた。そんなかぐやを俺も信じてる。リク。いや、それだけじゃない。俺も何かの役に立てるか。もうあなたったら、だったらとりあえず私にもっと自信をもらえる？かぐやは目を閉じてそっと顎を上げた。何を求めてもらえるかなんてすぐに分かった。一体と唇を重ね、押し付け、擦りつけ、ついばんではより強く、腰のくびれを引き寄せる。俺に愛されていることが、彼女の自信の源泉なら。そうして唇を離すと、彼女はもうトロトロの笑顔に変わっていた。あんなに熱烈に、した後なのに、こんなにすごいキスまでもらっちゃったわ。これで、かぐやがさらに自分を信じられるなら、いくらでも、するよ。一晩中、でも？ああ。キスしながら、眠ってしまっても？夢の中でも、キスしてそうだな。目が覚めてからも、してくれる？ああ。でも一つ、断っておく。俺もしたい。もう結局この晩、俺たちは本当に眠りに落ちるまで抱き合って、ひたすら唇を重ねていた。たとえ違う世界に生まれたとしても、自分たちは決して別れることはないと、誓い合い約束し合うかのように。今はまだ、何も手が見えてこなくても、必ず何かを見出せると。より信じられるからと、唇が腫れぼったくなっても、なお熱っぽく甘やかに求め合い続けた。天使創造、リブート。確かにそうだよね。ついつい忘れそうになったりするんだけど、かぐやさんは別世界の住人だった、そういえば。そうだよね、永遠ってことはないんだけど、でもその道を見つけようと、まあ、頑張ろうって感じか。まあ、それがまだ手がかりすら見えてない状態なんで、どうしていくのかなって感じですけども、まあ、そこはまあ、かぐやさんの頑張り次第みたいな、ところなのかな。はい。まあ、今後ね、どうなっていくのか、まあ、楽しみではございます。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。